皆さんこんにちは、ビールジャックの染田です。今日は、胸編っていうことで、一緒にね、もう簡単にできるプッシュアップをね、100回、まあ20回をね、5セット一緒にね、やっていけたらいいかなって思っております。もう用意するものをね、特に何もありませんので、ぜひ一緒に20回、5セット、100回やっていきましょう。きつくなったりね、しんどくなった方はね、もうそこでやめてもらっても大丈夫なんで、まあ、できる限りね、無理しないように一緒にね、頑張っていければと思います。それではやっていきましょう。それではいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1セットの皆さん、お疲れ様です。結構ね、20回連続でやるとね、結構息も上がっちゃうと思いますんで、まあ1分ぐらいしっかりとね、インターバルとってね、息を整えてあげて、次のね、セットに出て、しっかりとね、準備をしてもらえればと思います。それではね、セット目したいと思います。さあ、皆さん準備はよろしいですか。いきましょう。まあ、イメージでしっかりとね、ここで重さをね、捉えてるイメージだけはね、なくさないようにやっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よっしゃー、あー それでは皆さん行きましょう。皆さん4セット目お疲れ様です。あとねもう20回です。しっかりね休んで最終セットに備えましょう。最後20回皆さん一緒に頑張りましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回いきましょう皆さん。20回ね、5セット今やったんですけど、かなりね、きつかったです。こう、トレーニングと疲労感がね、そう大差ないんじゃないかなって思うんで、やっぱり家でもね、十分にね、トレーニングができるっていうことをね、改めて今身をもって感じました。で、今ね、足をつけずにフラットでやってこの状態なんで、足のね、高さを上げてあげるだけで、もっとね、強度を高めることができるんで、ぜひね、まあこういう動画ね、見ながら一緒にね、
お家でね、トレーニングしていただければね、僕も嬉しいですし、一緒にね、頑張っていきましょう。でね、ぜひね、やってみてね、できたって方はね、コメント欄にね、今日やりましたとかね、ぜひね、どしどし書いていただければね、嬉しいです。それではね、またね、こういう動画ね、どんどん上げていきたいと思いますんで、一緒にね、これからもね、トレーニング頑張っていきましょう。それでは、またね、次のトレーニング動画でお会いいたしましょう。さよなら。